どうも、ジンです。皆さん、雷神してますか？はい、僕雷神ね、たまに見るんですけれども、結構ね、白熱してしまいまして、夜ね、寝れなくなっちゃうんですけれども、格闘技見るとね。はい、皆さんどうでしょうか？サーフィンだとね、白熱しないんですけど、まあ、白熱しないというか、夜寝れなくなることはないんですけど、ワクワクして寝れないっていうのはありますけど、ちょっとあの格闘技見た時のなんか、あの、なんだろう、なんかゾワゾワ感っていうか、なんか脳が覚醒しちゃう感じって何なんですかね。ということで、皆さん見てください。今日は新日でございます。はい、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中の新日なんですけど、ゴールデンウィークはですね、最終日に行くにつれてだんだん人がね、少なくなるので、はい、イラゴあるあるなんですけど、おすすめですよ。はい、まあ、ちょっと波はですね、オンショアのブレイクで、まあ、まだ風が弱いので比較的やれるんですけど、今日はですね、フィッシュケーキ、久々のフィッシュケーキでございます。はい、これをね、使って今日はサーフィンしていきます。まあ、この間ロスにね、言われたトレーニングなんですけど、そちらの方もね、まあ、この新日の波でちょっと意識してサーフィンしていこうかなと思ってます。はい、ちょっと波数少ないんで、取れ高出るかわかんないんですけれども、まあ、コンディションはそれなりなのでやっていきたいと思います。はい、では行ってきます。今日はキノコ前ですね。結構今三角波が割れ出してきて、数ターンぐらいは入るかなっていう感じなんですけど、人もちょっと少ないんで、キノコ前でやりたいと思います。セット来るとね、胸はないですけど、腰腹ぐらいの波は来そうですけどね。引くとまずいっぽい感じするんで、サクッとやりますか。さあ、久しぶりのフィッシュだな。どうかな。レイバックこけるっていうね、1本目から。ロスのね、コーチングで受けたこのバックサイドのボトムターンからトップの駆け上がり、もうやっぱ新日だと余裕があるんで全然違いますね、この練習としては。まあ、前回違うポイントに入った時もね、かなり感覚がつかめたかなと思ったんですけど、さらにね、新日で練習することによって、うわ、こういう感じなんだなっていうのは体感できました。やっぱりこれ一回自分で経験すると、あ、これなんだなっていうのが分かるとね、サーフィン劇的に変化するんですよ。まあ、いわゆる成功体験っていうものなんですけど、これをね、感じるか感じないかで全然違うので、もうできるまでトライしてみるっていうのは大事ですね。フロントサイドのカービングトップはちょっとフェースがなさすぎて、まあ、回しきれない感じがあったんで、ちょっとね、まだしっくりはきてないです。このバックサイドのね、波がこの日は良くて、まあ、フロントサイドはあんまりいい波ではなかったですね、正直。後半ラウンドショットがあるので、打点の高さがやっぱ引きの映像と分かるので、ちょっとそっちもね、チェックしてみてほしいなと思います。でしょうよー。ということで、さ、結構打点高くないですか？この日やっぱレフトばっかで、ただこの引いてる時間帯結構パワーがあって、惚れ方もね、結構グワッとくる感じで、全然ノーボディのブレイク見つけて乗り漁ってたんですけど、前半だけちょっといい波乗れて、後半ね、ちょっと横っ走りが速い波で難しかったんですけど、まあ、それでもすごい練習になりましたね。フロントもちょっとあったりして、やっぱバックサイドね、ちょっとフィッシュの板なので、あんまり速すぎる波はちょっとテイクオフもたついて、こうターンに持っていくまでがなんかこう引っかかって、なんか難しかったですね。これショートボードに変えたんですけど、やっぱショートボードの方がこうフローはないんですけど、なんかこうクイックさは出ましたね。ただちょっとやっぱこうスムーズさが欠けますね。お疲れ様でした。今日翔吾くんと軽く新日セッションをさせていただきました。あ、こんにちは。こんにちは。はい、お名前言ってください。花ぶさぐりゃです。おいくつですか？10歳4年生、小学校何年生？小学校4年生。4年生。この間なんかロスのスケボー行ったみたいですけど、どうでしたか、スケボー？だいぶ上手くなりましたね。え、
と見違えるぐらい上手くなって、なんかビフォーアフターちょっとお父さんが上げてましたけど、僕見たら感激しました。はい、ちょっとじゃあこれをね機にねサーフィン頑張ってください。はいね、応援してます。はい、やっぱね友達がいるとねサーフィン頑張れるね。うんね、パパもやってるし、うんね、ロスにありがとうっていう。ロスありがとう。はい、みなとちゃんも、みなとちゃんもありがとう。りょうたも、りょうたもありがとう。言わされてるか、あんまないんですけどね、この子たちが未来のイラゴを背負ってくんだと思います。そういうことです。あ、新日よかったですね、ちょっとね。そうだ ね、 やりましたね。いや、あれだね、やっぱ JJ が見つけた波はやっぱ良かったわ。僕一人でこっそり入っとったら、そう、こっそり入っとったらあそこできるなみたいな。やっぱ見つけるのうまい。あのおじさんは今何してるんでしょうかね。ちょ、ジンマルさん、帰っておいでよ。そう、塾長はちょっと、まあ、こんなとこ見てるかどうかわかんないんですけど。そう、いや、もう見てもらって、はいね、ちょっとまたジンマル塾復活させて。そうですよね。やってもらおう。やりたいですよね。ね、やっぱり僕はあそこの DNA 受け継いでるんで。そうだよね。はい。会合やってよ。会合。そうですね、会合。そうだね、会合やろ、はいはい。そういうことで。はい、お疲れです。はい、またね、みんな。また。ありがとう。じゃあね。See you.すいません、いきなり。ごめんなさい。え、どんな日、なん、全然誰か分かんなかった。分かんなかった。じゃじゃパス。俺さ、今日面白い夢見たんだよ。何？マジで。どうした？ある人のとこの家で2人で、まあ、結構こう話してたの。それで、まあ、だいぶ長くなって、まあ、帰るかと。でね、そのジン君が車乗って、で、俺も車、じゃ別々の車で来てて、先出発したのよ。そうしたら、なんかすんげえ、もうハイエース、本当に、いや、無理だろっていう幅のとこに、いきなし、ダーン行ったの。俺が、うん、あ、じゃあマジでガーン普通に行ったのよ。で俺、まあ、夢なのか、まあ、どっちなのかその時は分かんなかったから、多分ね結構な声でジンクって言った。茨の道みたいなこんなとこでゴーン。ママちゃん、俺そんなとこ行くのねえ。行きかねえないです。行きかねえないです。行かねえないです。どうする、どうする。今日は何の特集なの？いや、今日別になんか Vlog スタイルで。ちょっといろいろ。ここね、実はリペアファクトリーでございます。そうなん、あの、リペアのアカウントもあるんで、ぜひ皆さんチェック、フォローよろしくお願いします。あの、ババちゃんが作ってくれたのよ。うん、お願いします。あ、ババちゃん作ってくれたんだ。そう、僕が作ってくれた。あ、OK です。あの、ビフォーアフターとか載せてますんで、ぜひぜひ。まあ、見てください。このラックの数。任せてください。はい。そしてこちらにもね、はい。こんな感じで、ね、サンディングルームあったりとか、いろいろありますので。皆さん、ぜひぜひリピアの方お任せください。イケメンが待っております。お任せください。I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance.はい、ということで、ゴールデンウィークね最終日ちょっといろいろイラゴのねお店だったりとかを回りつつ、今日ね今最後お店に来ました。はい、まあ、こんな感じでイラゴをね、食もね、いい感じでこう波もねこう潮のタイミングでうまく入れば、まあ、こういった感じでね新日中日なのかなもういい波で、はい、やれました。まあ、ちょっと朝一ね風が結構吹いてたんですけど後半からちょっと風が止んだのかな、止んだタイミングでね人も全然いなくて、まあ、すごいねこのゴールデンウィークの最終日いい波に乗れたんじゃないかなと思います。まあ、コーチングのね結果に関しては、まあ、ライディングで、まあ、見てもらった通りなんですけどやっぱりこう意識するだけで全然変わったかなっていう感じはしますね。はい、まあ、フィッシュケーキ
は結構良かったかなとは思うんですけど、ちょっとショートボードはなかなかいいライディングできなかったなって感じですね。はい、まあこれからちょっとブラッシュアップしていきますんで、はい、まあ、皆さん応援のほどよろしくお願いします。ということで皆さん、ソフでは、サーファーズナインファミリー、See you later! See you! Have fun! なんか寂しいな。